いざ出陣じゃ。いでらもたすけ先陣を切れ。でございます。本日はなんと何も考えてない、それでこの壇上に、いよいよ明日、佐賀県漫画祭第69回ということで、行われます。その見どころなどをちょっとご紹介させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。のべき、なんか見どころあれば。見どころでございますか、なんといっても郷土が生んだ大スター、もう中学生が参るということになっておりますので、その辺が見どころではないかと。いや、なんか聞いたらツイッターのフルミアでとかいう話もちょっとちらっと聞いた。おやおや、微妙な段階になってまいりました。では、往年の青春アイドル田中健氏が来るというふうにも伺っておりますが、こちらの方はまさかまさか。それは大丈夫です。ということで、マダムの皆様お楽しみに。まさか何か他に見どころはあるか。いや、やっぱりね、毎年そうですけど、14代様来てください。ぜひ皆さん沿道で声援を送っていただければと思います。そして何よりも見どころは、拙者ら真っ白甲冑隊がしんがりを務めて路上でいろいろパフォーマンスを行うということになります。ちなみに今年は、上田より、竹集団幾度皆様が5名も参加していただきまして、路上で竹を披露するというパフォーマンスも待っております。はい、昨年大好評でございましたんですが、本物の竹でございますので、かなりの切れ味がございます。周りの方お気をつけいただかないと、ちょっと指の1本2本飛んでしまうかもしれませんので、どうぞお気をつけくださいませ。まあ、いろいろ、盛り上がるような祭りを拙者らもやっていきたいですが、まあ、皆様ととも共々に盛り上げていきたいので、ここで皆様と勝ち時を挙げまして、この賄賂の演舞をしまいにしたいと思いますので、よろしくお願いします。どうぞご協力ください。では拙者が永遠王と言うので、それと同時に永遠王とご賛同ください。では、いざ参らん、勝ち時じゃ。えいえいおーえいえいおーえいえいおーどうもありがとうございました。ありがとう存じました。
自由甲冑隊の遠藤を送り出しました。ありがとうございました。